これ見えて、あ、OK です。あ、見えてんのかな？水平様。来た。これでもういけてる感じですよね。これであの、もう一回あの、クソみたいな CM 流しましょうか。はい。ご覧ください。しました。第31回コクラジスタートでーす。例の挨拶。例の挨拶。え、例の挨拶。例のどっちから？どっちから？とりあえずあれします。山田さん、ニコラジ、お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。これはまあまあ。これはまあまあ。いつものやつですね。はい。何でしたっけ？あれはもう忘れました。前回のやつは何でしたっけ？国、はい、国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 、これやりますね。うん、これはいい。これは流行る。花田さんよく。これは流行る。流行る。はい、ということで自己紹介します。はい。花田です。はい。よろしくお願いします。赤石です。どうもよろしくお願いします。木原です。よろしくお願いします。萩！萩！萩！山田です。よろしくお願いします。山田！はい！いいね。井上と申します。よろしくお願いします。あ！井上さん。井上。はい、ただの。漢字が違います。木も違います。あら。つながってないです。あー。木も違います。木も違います。はい。こっちじゃない。井上さん。後でちょっと、もっと掘り下げていきたい。僕もさっき、1分前に終わりました。今来てますからね。はい。井上以外お願いします。はい。あ、稲垣です。おっ、けいちゃん。けいちゃん、すごい。多いですね、人。もう、ちょっとアイドルグループみたいな感じの絵面が。ですね。うん。わきこです。お願いします。ちょっと、井上さん。はい。僕は聞いてなかったので、井上さんが来てくれた。そうなんですよ。はい。台本にも書かれてなかったんで。書いてない。全員聞いてなかった。勝手に。セルフプロデュース。そうそう。ファンで来たわけじゃない。はい、はい。またなぜ？平井さんから。はい。おー。ああ、白井さん、黒幕ですね。この番組の。黒幕。ぼやというお声をいただきます。はい。じゃあ、ぜひということでしたら、本人もいらっしゃらないという。ああ、なるほど、なるほど。いらっしゃいますね。ありがちな感じの。出ていただけるっていうことですか？こちらからよろしくお願いします。おっ！すごい！よかった。すごい。人が減ったんでね。新メンバーってこんな感じで増えるん。我々も知らない感じなんですね。どんどん増えていきます。どんどん増えていくんじゃないですか、これ。なるほど。はい。ということで、進めていきますか。はい。ここに台本によるとね、この2週間どうでしたかと。2週間に1回になったから、皆さんだいぶ、やっぱり、成長があるんじゃないかなと思って。2週間、今まで1週間だったら結構早いスパンであったけど、2週間経つと、そうですね、寂しくなるというか、今までなかったから、LINE グループも細くてね。ああ、そうですね、確かに。確かに。あれ便利ですね。あれ便利。あれ便利ですね。どうなんですか、2週間。皆さん、どんな生活を送ったんですか？どんな生活？そんな、ちなみにやりました。いいえ。全く。え、ケイちゃん偉い。
えらい。素晴らしい。さすがですよ。マイクラといえば、楽器のマイクラ。本気のマイクラ。僕は、今日全然入れなくて、赤井先生に、いや、ここだよってお手伝い。20個くらい手帳いたちょっと作った。あ、もうなんか、つけ焼きまで作っちゃった。素晴らしい、素晴らしい。ちょっと後で、ちょこっとだけ。そうですね。確かに。はい。はい。二十からといえば、そうですね。何俺、2.5 キロぐらい太りましたね。あ、2週間で ?2 週間で?ダイエット意識してからめっちゃ体重増えるんですよ。意識して意識して、意識してよく噛んで食べるとか、よく噛んで抜くとか、やった結果 2.5 キロぐらい増えた。なんでなんですか、ストレスで太っちゃうパターン。これよく、まあ、お菓子よく食べるようになりましたね。ああ。感触が出てるから、感触が。全然ダメじゃない。噛むとうまいんだ。そうね。うまいね。ハギさんに関してはもう2週間じゃないとね。4週間ぶり。4週間ぶり。1ヶ月あったら何か変わるでしょう。うん。僕1ヶ月でもう髪の毛も伸びましたし。一般的ですね。髪の毛も伸びました。セットの仕方も覚えましたし。はい。あと、服ももう4週間じゃない。1ヶ月あったらね、梅雨、まあまだ開けてないですけど。冬の日から、こう、天気も変わってきますし、何かあったじゃないですか、洗濯物が乾くにくくなったとか。いっぱいになる。なかなかあるんじゃないですか。7月になりましたからね。今日から。確かに。今日から。すごい。だから、いや、すごいなと思って。7月って。はい、言いましょうか。うん、だいぶ苦しくなってきたんで。だいぶあれなんですけど、言いましょうかね。そういえば、はい、そうっすね。これ僕入れるの忘れてた。何でしょう ?YouTube さんが作ってくれた表紙を。あ、今日はどうですか、はい、はい。じゃあ俺後で Twitter であげてください。はい、すいません。なんか携帯 Twitter も、要チェックだぞ。Twitter チェック。はい。僕らでピッてやってますんでね。じゃあ、これから行きましょう。これは、ハギーだな。はい。はい。ではまた、前回に引き続き、お願いします。はい。はい。ね、はい。インスピってナンスピー。よいしょ。これは斬新なコーナー。なんでしょう。インスピってナンスピー。はい、これは。こんなに。ナンスピー。ナンスピー。国語がやってるニュースサイトで、ニュースや新聴と勉強の能力アップなど、さまざまな情報が載っているサイトなんですね。サイト。なるほど。では。はい。じゃあ、その中から注目記事ですね。うん。まあ、誰が注目してるのかよくわかんないですけど、はい、注目記事。日本が。注目記事を紹介していきますから。こちら、日本の城、フォルムカードセット第1弾。こちら、郵便局で9月26日から発売されているということです。あ、もう売ってる。もう売ってる。もう、明日買いに行こう。あ、お願いします。いやー、なんですけれども。はい。はい、世界文化遺産で国宝の姫路城。出た。姫路城。出た。こちらをはじめとした5つの城をモチーフにしたフォルムカード。5つの城をモチーフにしたのに6枚ある。なんで？なんでだ？なぜなんだ？姫路城が2つあるとか。あ、2カット。あ、姫路城。やっぱ2枚。あフォルムカード5とかなんか下に舐めてるやつが多分。出たね。あのアングルね。なるほど。ね、多分ね、これね、僕思うんですけど、はい、フォルムカードって、全然流行ってないから、何のことかよく分かってない。フォルムカードって何ですか、そもそも。ちょっと待ってください。紹介しない。郵便局で発売ってことは、ポストカード的なこと。ポストカード的なこと。メッセージを書いて、きちんと切手を貼れば、郵送できます。宛名はどこに書くんですか、これ。裏に裏、表に、あ、この、白部分に手紙を書くってこと。後ろですね。なんか、折れそう。ん？硬い。だから、ほこりが、ほこりが、ほこりが、はい、はい。綺麗な状態で届くんですかね。いや、届く。郵便局のね、すごいから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 。郵便局のね、ここは大丈夫。なるほど。元カードの形がついてるみたいなことですかね。あ、そういうことですね。ご当地で、はいはい。はいはい。あ、じゃあ、城好きな友達とかに、
送る。城とかだと、多分、外国の人とか。ああ、確かに確かに。外国人。外国人が多分受け物にいいね。はいはいはい。うん。お城を言うて、2、3枚。姫路城2、3枚。でも俺、結構まみれ。6枚ってるからね。6枚ってるからね。姫路4枚が欲しかったけど。1万セット、全国で。え、もうじゃあ売り切れてるかもしれない。はい、一回ね、はい、よせな。お願いします。はい、よせな。うん。危ない、危ない。なるほど、なるほど。そう。で、ここでこう、また斬新なコーナーいきますよ。なんでか、斬新なコーナー。みんなで、姫路城を記憶スケッチしてみよう、みたいな。斬新めっちゃ見えてますけど、大丈夫いや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 、いや、どれが姫路城かわかんない。わかんないし、わかんない、うん、全然わかんない。多分左上じゃないんでしょうね、姫路城。え、そうなんですか？あれだってなんか富士山が映ってるから。富士山って言うの？あれ富士山じゃないですか、あれ。阿蘇山だな。下にも名前書いてないのか？ダイス。あ、でもね、ここに多分ね、答え。いやいやいや。答え、答え見えてる。あともう火力勝負になるから。さあ、ということで。皆さん、面白姫路城を書いてみましょう。姫路城はもうね、もうなかなか難しいですよ、答えで。姫路城は。でも、大体だって城なんて大体、そんな特徴ないっすよ。いや、でも姫路城って有名な絵ですもんね。なんかよく写真見ますもんね。姫路城白い有名ですよね。白いやつですよね、はい。あ、なんか白く塗りすぎて。どうのこうの。あれ、誰が作ったんですか？信が鈴木との子みたいな。広すぎて。姫路城。姫路城、相当興味あってね。いや、興味ないっていうか、でも、それはでも、一回見たことありますか？姫路城。写真は多分ある。ほんでもう、そうだな。マジでカード見ちゃってるからな。うん。難しいね。難しいな。難しいね、これ。めっちゃ見えるもん。僕今ちょっと答え画像を検索するので皆さん目つぶって目つぶったら書けないですあこれちなみに今画面の上はどこ僕らが撮ってるかそうですそうですこれこのカメラカメラ画像、うん、このカメラ画像もうできた人はもうどんどんはいじゃあできましたはい姫路城なんか見たことありますめっちゃ見たことありま す, りますし日曜日によく見れる姫路城ええ絶対あれですよね国用ございますに、ね、国用ございます。国用ございます。国用でございます。なんか城とか絶対無理だよね。やばい、これより面白いの出ないんじゃないですか、これ。確かに。もうやめましょう。いやいや、でも、あ、なんかありますよ。面白答えが。姫路城。あん、キャワビー。あ、これは、これは、これは、あれじゃないですか。すぐ閉まった方がいいですか。あれですか？分かんないですけど。こういうやつじゃないですか？月曜日にちょっと夢の国に行ってきたので。あー夢の国。夢の国。夢の中に一番とかいいじゃないですか。すいません。夢の国。夢の国。いいですよ。大丈夫ですよ。夢の国じゃない。まだ、俺まだ出してねえけど、みたいな。すごい！あ！なんで、姫路城でこんなに。新メンバーあ、はじめまして、どうも。はじめまして、お願いします。いやいやいや、ここで、まだ、まだ、あの、放送中です。そう、そうです、はい。寄せてください。寄せて、寄せていく感じで。何これ？何すかこれ？アップって言うんですか？気持ち悪い。気持ち悪い。石垣とか。よりね、よりね。あ、全部一緒だよ、これ。なるほどね。アップ画像ですね。アップ画像ね。アップ画像という、はい。よくこの短時間で、はい、よく書きましたね。はい、本気の勝負、はいね。はい。続きまして。出たのかな？出たかな？はい。書いてるじゃん。ガッキー、ガッキー。ガッキー出そうよ。ガッキー。クオリティ競ってないから。あー、ガッキー。あー。ありました。名前書かれてるんですね。なんか、まあ気持ちはね。気持ちは。変なお店じゃないですよね、これ。あるある。これ、はくみの終わったかな？はい、もう一通り、もう、もういいこれ以上出ないですか、はい、大丈夫ですか、はい、あ、本物だ答え。あ、本物。本物だ。すごい綺麗。綺麗。あ、これ、ごめんなさいね。こっちでした。これや、これ。これや、これ。これや、これ、これ。やっぱりあの、桜あったやつが姫路。右下のやつですかね。これが、あ、姫
どれが右上が姫路城かな。これ姫路城です。それそれミニカードってのも姫路城。全部姫路城じゃん。え、ゼロ姫路城。いやいや、屋根の色とか違いますもん。うん、はい、でも、本当に、まあ、そう言わ、うん、ると、でも姫路城のこれはでも、ね、リスナー詳しい人言うよ。うん、姫路城のマンペアでいいか。誰も分かれない。確かに。うん。姫路城のワンペアって強いんだ。ワンペア。あと、江戸城とのフルハウスもありますけど。というわけでね。というわけで。一回、こっちにカメラに戻した。あ、カメラ。カメラに戻す。そうですね。はい。皆さんと対話を楽しむ。はいはい、対話を。感じの方が。そうですね。誰も分かってないですね、イメージを。そうそうそう。左斜め上を見る状態に、左斜め上をね、こういう時って毎回ね。イメージ以上どれか分かるし、そうですね。いないですか。あ、いないね。うん、いないですね。最後のは右側に。はいはい、うん、はい。なるほど。はい。いいよ、はい、いいよ、それいいよ。そう、右2つ。右二つ、右二つが姫路城だ。そう、これでこれ聞くとね、詳しい人が返してくれる。そうそうそう。行ったことある人いないんですよね、誰もね、ここに、ね。姫路城ないですね。いや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 、そこ行こうよですよね。はい、まさかね、こんな姫路城をフィーチャーすることになるとね。いや、国民がなぜ姫路城に注目したかってことですよね。ちょっと聞かれないんですか、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。はい、なぜ国民が姫路城に注目したのか。はい、工場がしてないね。これは理由は何だと思った。何で音っていう作りからよし、じゃあそれだ。ああ、それだ、それだ、それだ、それ正解だと思います。本当、詳しい人に来てほしいですいずれね、いずれね、本当に僕が社内で作ってるはずなんで、ね、詳しい人いるはずなんですよ。多分いますよ、はい。ちょっとぐらいの深い話で出るのかと思ったんですよ。いや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 、すごい深い意味があるのかな。そこはね、全く逆になしできます。なしで、はい、できます。いつも、いつも、日本の城シリーズなんで、そうそうそう、まあ、第1弾ですから、ね。あー、なるほど、なるほど。じゃあ、その奥さんにね、姫路城ですよね。そうですよね。確かに。日本の域ですから、うん、できれば次、うちらから何の城を提案したらですね。ああ。ただ、夢の国の城みたいなのいいんじゃないですか。あれ日本の城でいいですか。日本にや千葉県にある城です。千葉県にあります。確かに日本の城ですね。そうですよ。なので、ね、はい、みたいなね、うん、ことですか。次行っちゃうの。次行っちゃう。行っちゃう。はい。じゃあここからまた超斬新な進行なんです。マジか。超斬新。超斬新。言うても。勝手に国用開発ブーム。はい、このコーナーではですよ、この国用大好き、この7名で、7名で勝手に新商品の企画をやっちゃおうじゃないかと。やろうやろう、やろうよ、やっちゃうじゃないかと。あの3連キャンパスノートを超える、はい、うん、斬新な企画を、うん、あれを超える、あれを超える、超えてくよ。バカ売れの文房具を考えていこうっていう、はい、ね、よし、考えよう。で、今日のテーマ、はい、今日のテーマ、今日のテーマを、萩原さんお願いします。ありがとうございます。まだ言ってないですよ。何も言ってない、うん、何も言ってないですよ。では、改めまして。はい。なんかありました？何もないですよ、うん、はい。こんな文があったらいいな。かわいい。どんだけかわいいですか。そうです。はい。こんな文があったらいいな。で、ルールは、まあ、大喜利みたいな形で。大喜利なんですよ。大喜利なんですよ。ルールガチでもいいんですよ。ガチでもいいんですよ。ガチでもいいんですよ、全然。何でもいい。とりあえず、新しい文具を考えようと。そう。そうです。そうです。そう。新しい文具。おー、なるほど、なるほど。そうなんです。よっしゃ、行こう。よし。これね、全くね、思いつかない。これは、最初に。わー全く開発部だよ、うち。よし。じゃあ、僕から。行こう。行きますよ。行こう。なんですかね、これね、絵からは何も伝わってない、ね、仕事しながら、あの、飯も食えるペンっていう。あ、ちょっと待ってください、私のカメラリアルタイムだ。ペンの逆側が、あー鉛筆の後ろ側がフォークとかになってるんですよね。そうそう、あ、ここがね、忙しいサラリーマンにこう最適のね、こう食いながらこうかける、ね、そうそうそう、すぐ、ああ、うん、やや受け、いや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 、忙しい時はね、いろいろできた方がいいです。はい、うん、これ買おうか。
あ、それ顔ですか？うん、それ顔です。デザイナーの努力にしました。いやちょっともう山田さん行っちゃってる。はい、行くよ行くよ行くよ。技術部くん、はい。出てます、はい。気に入らない人間関係を切れるハサミ。わあ。それは22世紀の話ってことですか。まあ普通に欲しいですね。まあ、ね、あったら欲しいですよね。うんうん、確かに口には出さない人いや。みんな仲良くした方がいいと思ってそんなもの買うより優しい心を持った方がいいじゃないですか。あ、聞いてー。聞いてーな。ここ聞いて、ここ聞いて。今聞いたかったね。そういうハサミだ。そういうハサミだね。そういうハサミ。これ商品がなかなか難しそうですよね、なんかね。まあ、気分で。わかりました。はい。はい。続きまして、じゃあ。ここ。あ、ガキすいません、なんか。あれ、あれまたなんか同じような顔が。あれこれは、これなんか食ってますよ。あれカンニング姫路城。姫路城姫路城負けないです。働きながら食べられる。あ、同じような。ああ、もうこれが食える。これ自体が食える。剣が食えると。なるほどな。後ろポッキーになってるみたいな。ああ、確かに。天のお尻からミンティアが出てくるから。うわあ！え、これちょっと今度作ってみましょうよ。くっつけてみて。くっつけたら確かに。やってみましょうよ。ペットみたいな。あ、ペットね。ペットある、ペットある。鉛筆かじってる人いるよねって言いますよね。確かに。小学校だって噛んじゃダメだよって怒られますからね。怒られます。食用鉛筆、新しい、でも。食用鉛筆、いい。確かに。いい子供が口くしちゃってもいいみたいなね。うん、口に入れてもいいっていうのはいいかも。いい。口に入れてもいいやつ。すごい手間だった。口に入れてもいいやつ。あ、下ネタ聞いたことは。あの、入れて問題ないけど、あの、全然人間じゃありますわ、ね、大体。ああ、食べるやつじゃないけど。なるほど。あ、安心だよ。ちっちゃい子が食べてもみたいな。ええ。海苔とかもあります。海苔、口に入れても美味しい海苔？なんか。それなんか普通に食いそうになりますよね。うまかったら。で、美味しい海苔があればいいですよね。鉛筆味。あ、鉛味。鉛味。あ、鉛味味はいらないな。いけない。それいけないやつなんだ。ちょっとじゃあちょっとミンティア方向で。はい。検討を。あ、もういない。あれ？はい。はい。あ。出た夢がある。これありますよね。え？これ確か、うん、似たようなのあるの？あるんですよ。ありますよ。ペン先からこう樹脂がビューって出てくる。まああのここ地面からこう描くんですけど。ビューって書く。空中に描ける。3D プリンターのペンみたいな。ああ、はい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 。樹脂が出る。あれなんかもうちょっとこれパクリですか？この。まさか。いきなりかついてる。いや、なんかすごい夢がある感じで。夢はある程度かついてる。浮いてるんですもんね。浮いてる。あ、浮いてるやつ。あ、じゃあ違います。じゃあ違うやつだ。これは浮いてます。あと、なかなか絵が下手です。それはね、私も思ったけど、言わなかった。そうね、そこ言わないでいこう。夏休みのしおりみたいな。ちょっと小学生の。あー、ちょっとその、もう。しかもそうかよ。小学生感をだ。あえてのわざとですね、これ。あとこれ、ペンリリースしてますよね、完全に手から。ほんとだ。こうですよ。ドラえもん的なやつでこれは確かにちょっと絵がね、画力問題ありますけど、でもこれ、どうすればこれ商品化できますかね。これはまず、ペンを作れば商品ができるんじゃないかと。まずこの素材が何かちゃうんですよね、薄いやつがね。そうですね、確かに。ああ、魚毛で確かにおしゃれ。一瞬しか見えないでしょ。そうみたいな。風で流されない何かがあれば。ちょっと重めなね。確かに。あの風船、あ、風船、そうね、確かにね。ちょっと煙繋がりだから、あとこれ。え？ちょっと、難しいかも。なんこれあの、お尻のところが、電子タバコになってる。え？はい。電子タバコになってるペン。ここにタバコついてる。ああ。なるほどな。聞きながら仕事ができる。うん。
で最近もう、まあ、どこの会社もどうしても喫煙って外になるじゃないですか。なるほどなるほど。まあ、このビルとかだと多分外まで行くとすごい時間かかるんで、うん、ちょっとした瞬間にちょっと一口吸いたい、そんな時。あー、電子タバコペン、これいいかもって、はい、これは出したら売れそう。これちょっと欲しい、俺欲しいんです。技術でこれ作っちゃったらどうですか。俺が作っちゃうから。俺作っちゃったらどうですか。俺作っちゃう。今日は電子タバコ持ってるんですか、あれ。あ、持ってますよ。あ、ちょっとそのサンプル見たほら、みんなイメージ湧くかもしれない。あれね、やっぱあれでここで吸っても大丈夫じゃないですか。なんでしょう、あとはその会社が怒らなければ。まあ別に水蒸気出るだけだから。あれ水蒸気なんですね。ちょっと今ね、あの電子タバコが、で、何ですか、水タバコ。電子タバコ。電子水タバコ。FC じゃないんですよ。トルコじゃない。はい。楽器みたいですね。確かに。でしょ、この先にペンがこうくっつけばいいわけですよね。はい、まあ、こんな多分大きくないですよね。大きくないですよね。ちっちゃい。ちっちゃい感じ。あ、できた。ああ、できた、できた。完成。できた、できた。これでね、笛にもなるようにしといた。あ、これしかも笛に。ちょうど。ああ、笛に吸いながらちょっと退屈だなってなったら。ああ、確かに確かに。あ、でもただこれやや重みがね。まあ、だから上がちょっと大きすぎる気がするんで。あ、じゃあここをちょっとこれぐらいで。軽くして。いいですか、先生。じゃあそれを。じゃあちょっと考えてみてください。商品化になるかもしれないんで、ここで。はい。あざす、あざす。あと いないかな。はい、はい、じゃあお願いします。あのこういうタイプのボールペンじゃないですか。上にこう、あの上があの赤とか青とか、あれ、はいはい、で開いてもらったら、あれ1個にあの1箇所あの耳かきがついてるっていう。あー、僕あのペンで耳かいてるんですよ。なんかペンとかで耳かいてるんで、鉛筆とかでもやっちゃってインクつくんですよ。今のいや、いいですよ。だからリアル耳かき、いやでもいや、なるんですよ。ええ女性陣ガチで弾いてる。結構キモい感じになってます、流れが。なんでですか、耳かいてもいいですよ、別にペンで。ペンで耳かくのは自由ですよ。こんな嫌なことないよ。そうです。ガッキーがこんな嫌がることなかった、今まで。耳かき、これ出してもこれぐらいしか出ませんよね。そう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 。耳奥まで届かない。いかないと思ってたから、入り口の終わりですよ。それが、戻ったらもうそのペンも嫌だよね。あいや、でもあれじゃ、話すよ。耳かき付きペンの辛い。耳かき付きペン。普通のペンの部分だったらピリッとかもやるよね。うわぁ。うわぁ、嫌だな。これ、しかもあの、ネチョネチョしてるタイプだとね。あぁ。カサカサがどっちかですからね。最悪だ。最悪、一番最悪なやつ、それ。もう二度とやってください、耳かきは。耳かきはしますよ。二度とやるんですか。なんなら作って持ってこいですよ、それね。そしたら。はい。じゃあ、じゃあ。こんだけ引かれた商品。じゃあ、とりあえず、この水タバコのやつと、はい、ね、これはあの本当に夢がね、ちょっと夢があるんで、なんか、できれば、はい。じゃあ、これはちょっと、あの、水タバコ。あ、これはすぐ。ね、すぐ行きます。はい。ちょっと作ってみますね、これ。はい。じゃあ、ちょっとなんかね、商品見たくないですか？やってみましたみたいな。はい。これは、どうですか？ちょっとさすがにこう、ハサミに。個人的にすごい、最近欲しいな。個人的なんか、ね。なんかあるんですね。苦手な情報。なんかあの、明るい感じにして、こじれた関係をくっつけるノリ。あ！もう、ラバンドピース、ラバンドピース、それや。それです、それです。それやりましょう。はい。どうやる？じゃあ乗りようね。じゃあ考えましょう。乗りも回復していきましょう。あ、名前だけそれがついて。ああ、いいいい。使いたくなりますよ。いい。なるほど。いいですよ。そういう感じで、ね、名前と何かデザインでできればいいかもしれないですね。いける。ちょっと作ってきますよ。ガンガン。売っていくよ。大ヒット出すよ、ここから。はい。こっからやるんですか？はい。さあ、そして、まあ、いい感じの尺になったんで、次行っちゃう、はい、行っちゃう、次は
もうあれでしょ。あれでしょ。もうあれでしょ。あれですよ。もうあれですよ。あれですよ。いいんですよ。いいんですよ。もう巻き巻きで。もういいんですよ。もう巻いて巻いて巻きまくってます、うんはい。ちょっと待ってくださいね。マイクの立ち上げも忘れてたので、ちょっと。あ、はい、あ面白トークの方でちょっと。はい、面白トークの方で、ね。で、この後でマイクロやりますけれども、はいはい、宿題何でしたか、はい、和です、和。和。和。和にするのと、あと海をね、前回作りましたよ。はい。ねはい、一応、その宿題、来週までかなと思ったんで。いいんですよ。いや、じゃあちょっとね、世界観を確認中です。うんはい、で一応、海の方を、私と山田さんで広げておきましたんで。山田さんとお二人で、はい、やりました、やりました。申し訳ないです。いいでしょ。いいんですか。結構広がってます。海が？海が。海がね。前はなんかちょっと湖的なぐらいの。はい、ああそうでしたそうでした。結構海ぐらいになってます。だいぶちゃんと海がだいぶ広くなってます。例えて言うなら。ん？ジュミ、何の話これ？広がる？広がらない。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 広がらないですよね。広がりますよ、この話。マイクラ やられたことはあります？いや、昨日。あ、ハズ。名前ぐらいは。あら。ちょっと赤井先生、この今、マイクラが今、やばいことになってた話してもらっていいですか？マイクラやばいです。はい。最近もう流行りまくる。はい、特に最近は小学生と中学生とか、幅広いマインクラフト、あ、もうそこからですね、マインクラフト。これニュースにもなったんですね、ヤフーニュース、トップニュースになったんですよ、マインクラフトが人気だって、人気だってね、先輩のツーさんがですね、マインクラハマりすぎちゃって、携帯で、スマホの方のやつを、ポケット以上で、あれ、最初に900円かかって、900円購入するんで、そこからは、課金になっているでもマイクラをやるためにマイクラの動画見すぎて字が増えちゃって、1ギガ語ってます。素晴らしいタイプの課金ゲームそれがね、街を作っていくっていうゲームなんですけど、今これが空間を作る国さんにも向いてるなと。はい。よし、まずこれ、どこの入り口？どこの入り口？まずゼロのゼロベースからいきましょう、先生。ですね、ちょっとじゃあ私、お願いします。これ今カメラしか映ってない。今カメラ。今キャメラ。キャメラね、キャメラ。だから今ちょっと面白トークで。はい。バッと。マイクラがすごくね。どれがこれかな。はい、あ、今映った。映ったね。ちょっと見てみますか。はい。ちょっとゼロベースから行って、ほら。萩原さんにも見ていただきたいじゃないですか。じゃあちょっと、今回初めての方がいるんで、マイクラどんなゲームだい？軽くご紹介お願いします。マイクラフト左腕とか釣らないですか？大丈夫。大丈夫。まずこっちちょっとシフトしたらいいですか？もうちょっと、ちょいでしょ？あれ、ウサギいるな。ウサギ？ね、ウサちゃんが。ウサギはいるんですよ。ウサギってそんなビビんないでしょ？まあまあ、簡単に言うとこういうブロックがいっぱい積んであるだけなんですけど、はいはい、壊したりとか、積んだりでいい。もう何でも早くだから、ええな。すみません、基本的な質問の問題です。はい、はい。言って。これ、初めの状況はどうなってるんですか？あ、初めは、ゼロベース。なんもない、こういう、あ、ちなみに、これはちょっと、モードが2つあって、うん、クリエイティブモードって、いくらでも出せるブロックを、モードなんですけど、もう一個は、なんか、バトル、サバイバルモード。殺し合うみたいな。HP があるんで、それちょっと、RPG の敵が出てくる。ほら、もうちょっと今、ついていけないよ。もうちょっと優しめに言うと、モードが2つありまして、1個はこうやって街をみんなで自由に作っていくパターン。もう1個は、殺し合ったりして、こう、戦い合うやつっていう2つがあるんですけど。それはこのブロックを使って殺し合うと。このブロックの世界でです。世界で。世界で、自分のキャラクターが。敵が出てくるので敵倒したりとか、友達と一緒に戦ったりとか。はい。まあ、剣もあるんで、剣でこう戦うみたいな。あまあ、できるっていう架空の世界なんです、今これが、大人はもちろんのこと、実は子どもの教材としても使われているという、非常に幅広い、海外とかだと、本当にもう教材として使われているので、確かに全部入ってますもんね、国通、弊社。なんか、あるじゃないですか、その水とか。なんか、混ぜてなんか歩いてるんですよ。あ、これブロックも組み合わせで作れるんですよ。で、こっちがですね、今まで作ってた。これは当然、航空社員なら見てるはずですよね。
ね、国用社員ならね、国用がね、協賛しました、はい、あの超会議ニコニコ動画でこれ発表します。実は一回国用ランドっていうのを作っとりやす、はい、ちょっとそのちょっと素敵な世界をちょっとあの見ていただければ、今ちょっとね一回ご案内します、この国用の街を、こういうね街を、これ島倉さん来るか、うん、今なしね、ピンクですね、今なしね、ピンクですね、うん、あ、すごい、これ、これちょっと今見えづらい、ちょっと今これから出てきますよ、これがすごい、ローディングですよ、ローディング、これでも全部世界を作れるんですよ、なんでこれが手作りだっていうのもすごいなって、これ手作りで、これあの今はなき人、今なき、はい、もうなき仕方が、はい、今はなき人が頑張って作ったんですよ、はい、あ、でこれ中入ったらあのガッキーが作ったあの国用の本社しましょうよ、あ、行きますか、あれがいいと思う、はい、ここで下降りました。もうこんななんかだてがいい。ああ。はい。とか。次で。こっちでちょっと通りがありまして、ちょっと恐竜とかありまして。椅子がある、ね。ラーメンね。ラーメンがあります。国用の椅子をね。はい。かっこいい。これこれ。これ何かで事故が起きて穴開いたんですよね。違いますよ。あの。小倉で放送中に花田さんがそう思ったなんか、そんなことありました、島倉さんが作ったっていうこんな事件、あ、そう、島倉さんか、これ島倉さんか、だこれ島倉さんがなんか無駄に頑張って作ったの、あ、無駄に作ったの、あの今はなきね、島倉さんが、だってもうなんかすごいもん、クオリティ高い、クオリティ高い、何かある、こっちの椅子もクオリティ高いんですよ、いや、そうですよね、確かに、最新のと、いかの昔とっぽい感じがね、そしてミキのミキの空、ミキの今今なってるミキの空で、あとピリアシパルコ、そう、これあのニコ動のあのニコラジっていう番組やっているサテライトスタジオがあるピリアシパルコ池袋にあるのをそのまま再現してもらったんですけど、これ花田さん、これはすごいですよ、ね、こう行けば、あ、ここだってわかる、そっくりってもらう、そしてこのピリダシパルコの横にあるのが、なんと、国用の本社。国用。本社自体は、いやいや、これは花田先生です。花田先生が、まず、壁作りました。はい。そうなんです。本当にこんな感じなんですね。おしゃれですか？でもね、今はね、耐震補強されて、もうちょっとおしゃれになってる。耐震補強。耐震補強っておしゃれなんだ。うん、おしゃれなんだ。はい、で、中入りますよ。中入ります。素敵なんですよ。ちょっとガッキー説明、お願いしますか、これ。現在と未来のオフィスを前から中に作る、1969年ね、2015年、2003年、カウネットですからね、もうね、うん、これは古い、これは昔の、昔の、うん、いい、いい、めっちゃいい、あれで神を表現するっていう、そしてで、これが2010、はい、今っぽい感じの、あー、今っぽい、今っぽい、あいい、そして将来で未来で、これ未来がもうこのスリーオフィス、スリーオフィス、素敵だな、滝までついて、滝ありますからね、癒しの空間だってことですよね、すごいこれ、クリエイティビティなみたいな、なんか、ね、アイディアをこう出すにも結構使えるんですよね、面白いゲームですよ、僕は、なるほど、っていう国用の本社を作ったりとかありまして、そんな国用の街を離れまして、はいはい、今から新しい、新しいワールドの、そう、世界を作ろうってことで、はい、前回海をね、作っていただいて、はい、国用のなんか、あの島を作ろうかなと、国用ってあのアルファベットの形をした島を作ろうみたいな、国用アイランド、同じになりまして、近くに海が全くなかったんで、もう作ろうかな、もう海にね、はい、海なんて簡単に崩れちゃうんですよ、うん、あんな何十億もかかって作った海が、この世界では何十億って何十億、何十億、そんな安くない、そんな安くない、神様が何十億でてか神様ってお金お金でやってるみたいな、何十億って何だろう、神様誰に金払ったの、嫌ですよ、この世界はね、自分、こっちは僕の海だとか言ってますよ、この海はもう、みんなの海ですから、ちょっと今の説明全く分かんないんだよね、でもすごい、この剣の再現度が、そう、海から、ね、島を作ってるっていう、うわ、すげえ、あ、なんか出てきた、あ、すごい、もしや、剣がいてる、がこれなんか下にあるのは、これはなんかその、島が、島的な、
まあ、ここに生き物が住んでるんでしょうね。あ、景観がすごい。黒曜の景ちゃいますか、これは。すごい。ビートル先生。これを仕事中に作りました。仕事中かよ。仕事中かよ。で、ここから、もっと増えていきますけど、海はもっと広げてますんで、かなり。もう多分、黒曜全部入るぐらいまでか。うん。多分、向こうの方までずっと海です、これ。なるほど。あ、またなんか浮かんでるよ。ちょっと待って。あ、羊が。羊が浮かんでるよ。ぷかぷかしてるよ。羊と鳥ですね、これ。どうしたらいいですか、救えるんですか、彼らは。もう無理ですね。やだ、殺すぞ。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 やめたねて。むしろ一気に。神が怒った。そんなゲームです。そんなゲームですよ。先生、これ私、ニュース、ネットのやつで見たんですけど、はいはい、ボートを浮かべれられるって聞いたんです。それってご存知ですか？もちろん。それすごい難しいですか？いや、超簡単ですよ。ボート浮かべたくないですか？確かに。この、ボートって使ったことないですっけ？全くですよ、全く。さあ、こっち。あと6個か。そうですよね。誰か使おうとして失敗するような気持ちがするけど。あ、豚も乗れますよ。え、乗ってみようよ。え、豚乗れますよ。え、豚乗るにはこの鞍を。あ、知らんかった。このキャロットオンダスティック。キャロットオンダスティック。棒に人参ついて。はいはい、乗れ、豚もなんかそのつもりなかった。海行けるんですか？あ、すごい。ほんまですね。こうやって。あ、すごいすごい。あ、すごい。すごい。すごい。全然足疲れないです。これいい。疲れた疲れたまで。飛べるからな。こんな感じ。かわいい、確かに。飛べるからな。これをね、もしボートができるんだったら、みんなそのボート乗ったりとかもできるわけでしょ。そうですね。あ、確かに。これ島、はい、島を回れるかなと思って。ちょっと港的なところ作ってね。はいはい。ああ、いい。あ、乗ってるわ。あ、すごい。乗ってるわ。あ、すごい、そう、結構早い。早いよ、結構。あ、豚と別れちゃった。陸は豚、海は船。さあ、空は？空はない。ないですね。あ、空はない。ないですね。なんでそんなこと言う？まあ、陸は豚より馬の方がいい。なるほど。ああ。馬だと歩くより速いぐらいな感じ。いや、めちゃめちゃ速いですよ。へぇー。ジャンプ力も高いです。へぇー。あ、そんな感じで海はめちゃめちゃ広がって。これすごい。で、さらにネットにのニュースで出たんですけど、釣りができるって本当ですか？はい、あ、釣りできますよ。えぇ、ちょっと釣りもやってみたくないですか？これ釣り竿に、人参つけてあるんで。釣り竿に人参が、あ、本当だ、ついてある。じゃあ、豚釣れるじゃないですか、釣るこれ。釣り竿自体はこうです。あ、ああ、おぉ。釣れるのかな、あ、ちょっと鳥まではしゃいじゃった。こうやって。魚はいるんですか、で、浮きをよく見てる。はい。浮きが。浮きが？これ見れるな、結構。今来ましたね。あー、けど。落としちゃった？あー、来ました。ほら。ああ、ローサーモンなんで、サーモンですね、これ。やったー。サーモン。結構いいものが釣れるんですね。結構、いろいろ釣れます。すごいなぁ。釣りしてるだけでも楽しいです。あ、今、ほら。来て。おい。今、来て。おい。ちょっともう泡が立ってるから、これ。来てますね。来てますよ。シーラカンスか？もうちょっと行くはずなんですよね。今、甘髪みたいな。来ますね。あ、ちょんちょん来ます。餌だけ、餌だけ行くパターン。ちょんちょん来ます、ちょんちょん。ああ。バラス、バラスって感じ。どこで行くかが問題です、これ。バス釣りのゲームとかよくやりますけど。あ、あった来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 た。一番普通の魚です。あ、なるほどね。はい、こんな感じでできます。で、これ焼いて食べたりもできるんですよ。え、焼いて食べたり。このモードだとお腹減らないので、あまり意味はないんですけど、
焼く楽しみもある。サバイバルモードであれば、これでお腹を満たす。あ、へぇ、でも、煮たりするのもうまそうですけどね。いい。あでも、刺身でいきたいみたいな。あ、はい、まあ、焼き魚ですね。焼ける。ここの中にですね、石炭があるので、お石炭、炭火でいくんですね。石炭、木炭があるので、これはすごいな。夏ですから。BBQ をここに入れて、はい。こう。はい。はい、そうするとそうすると、ちょっと待ってると、おぉ。こうか。クリーディオばっかりやってるから、ここら辺の楽しみは知らない。やったことないんですよ。やったことないですよ。うわぁ、すごい。で、クックドフィッシュに。クックドフィッシュ。クックドフィッシュ。へぇー。これ、サーモンも焼ける。クックドサーモン。ローサーモンは焼き。クモロクサーモン。おっ、おっ、おい想像以上だったらね。まあまあ焼き鮭ですね、焼き鮭。他にもいろんなあの魚はいますんで、やってみようか。これ、ごめんなさい、さっきで言うと、ウサギとかも焼けちゃうとかですか、豚とかも。焼けます。一応、ポーク。これが、はい、マトン。あ、羊に。あ、羊に。なるほど。殺した後の羊と。クックドマトン、ね。クックドマトンになるって、はい。で、これが、ローラビット。ロー、はい、あー。で、これ、ウサギに。あー。あー、なるほど。これ、チキンですね。あー。これが、ビーフ。あ、あるんですね、これ、ポーク、ね。あ、はい、ポークチョップってことポークチョップ。ポークで、これ、なんだっけな。これもね、魚釣れるんですよ。これも。へぇー。いろいろ試しに行くためだ。結構そういうことができるって知らなかったですね。うん、全然知らなかったね。本来であれば、それの木を切って、自分で木を取って、そこから、斧とか作ったりとか、削ったりして、やっていく。本来は。じゃあちょっとなんかその本当は自分たちのそれぞれ今度島を作っていただくじゃないですか。はい、そのところにそういうなんか、飯どころがあったりね、焼いて食えたりとかした方がいいじゃないですか。それはあった方がいいですよ、大丈夫ですね、うん。ちょっとこの今の K の島に上陸して、K の島でなんかその1個やってみましょうか。時間もまだまだあるんで。ちょいちょい見切れてた、変なものあるんですか。あれ、気になったんですこれ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 、これ何ですかこれ、僕がやってちょいと作ったの、伊達政宗の兜。伊達政宗。なんで伊達政宗ああ。単純に伊達政宗が好きだったか。一応、和っていうところから言ったと、ね。はい。なるほど、なるほど。ここにある意味があんまり、ああ、そういうことか。和のあれでね。そうです、そうです。なるほど。でもこれ何の島でもないところで作ったってことそうですね。さすがに、この、ここに置くのはどうかと思ったんで、一応、K の島から見えるところに置きます。ああ、なるほど。なるほどね。はい、ここにちょっといろいろね。でも和の手とは確かになんかああいう、城みたいなやつとか、カブト見たらあってもいいですよね。それこそ姫路城的なもんが。さっきのガキの姫って書いてあるところがいい気がしますね。なんか、シャレが効いてるね、なんか。で、ちょっとその、ラブリーな、エッチな方かと思うところがいいですよね。ねやりたいですね。そっちでいい。はい。確かに私も稼働。SB とかなんかの、なんか、まあまあ、専門店かなと思ってました。そういうのね。そういうやつですよね。あ、和の国は馬で取り行きたいですね。ああ、馬いいと思いますよ。馬ちょっとね、手なつけるのがめんどくさい。あ、そうですか。手なつけるの教えてください、ちょっと、一回。人参。手なつけ方を教えておいてもいいですね。ぜひお願いします。やっぱ、調教師もできますからね。もうそんな矢先も豚がすげえ増えてるんですよ。あ、あ、あ、なんか結構な馬ですね。あ、え、それロバ、ロバ。ロバで同じなんでやってます。あ、お願いします。はい、まず素手になって、はい、素手になるのは大丈夫です。素手。今何も持ってない。持ってない。やっぱ素手なんですね。この状態で、こう、右クリックすると乗れるんですけど、はい、下ろされるんですよ。あ、乗ってくれない。やめてくれない。乗ってくれないんだよ。お前は認めねえよと。こうやって、このまま置いておくと、はい、ほら。ああ嫌われちゃった。けどもう、諦めずにどんどん乗ると。はいはい、はい。ここはもうね、触れ合いです。嘘今、ハートが出た。出たハートが出たら、懐いた。ということで、これでもう、落とされません。
でこの状態でさっきのサドルを、はいはい、クラですね、はい、クラをこいつにくっつけてあげる、こんな感じ、はい、こうすると乗れるようになる、これやらないと操縦できないので、はい、もう好きに操縦できる、すごい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 、まあロバちょっと遅いんですけどね、これでも早いです。でジャンプ力もこんな感じでジャンプもできる、あすごいすごいすごい、ちょうどいいタイミングでジャンプするとかなりジャンプ力高い、知らないモードだ、餌とかあげなくていいんですか、餌あげなくて大丈夫、勝手に食べる、まあまあ装飾ですからね、あちらの早く食べて食まあこんな感じで、すごい、ね、ここはい、豚とかも同じなんですね、じゃあ豚はなかなか操縦難しいですよ、あいつは思った方向にあまり行ってくれないので、豚止まらないんですよ、あずっとずっと進むんでなかなかね、あの操縦面倒くさいんですけど、で豚あこうやって馬とか逃げちゃうんで、置いて、うん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 、ディフェンスとかを立てて、立てておいて、はい、このリード、あっ、あなんか素敵、こうやってると、すごいすごい、逃げない、これ、もう、あ、バッテリー、バッテリーが少なめですよ、バッテリー少なめ、バッテリー少なめですよ。バッテリー少なめですよ。あ、これですね。じゃあ、こっち刺します。まさかの。さっきにしもあらず。こっち、こっち、こっち、こっち刺せます、はい。ちょうどいいタイミングできましたね、これね。びっくりしたね。はい、ガチ、これどう作れそう、なんか、これで。なんか、クリエイティビティのやつできちゃいそう。え、どこにあるの？え、どこなんか見たい。だって、ガッキーはね、コントをやるのが夢ですからね、この世界で。あれこれあれあ、なにあれなんだ素敵な素敵感がうわ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 なにこれ説明しなさい、やだえめっちゃ可愛いなんだっけ、多分みんな見たことあるまさか、当てていい、ジブリの世界ですよね、おぉあ、ほんとあうわぁこれ、この棒腐ってますここ、こここれでしょ、これでしょこれでしょ、これでしょ、これすごいわぁすごいえ、あそこ書斎ですか書斎ね。やだやだすごい右の方が腐ったわぁすごい、あ、いい、いい、このシーン見たことある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 あー、いいよあー、あるあるあ、ここへあー、やだやだ貼ってあるのどうですかマスロクロスケとかちょっと走ったところだすごいあ、ちょっと2階から来てみてええー、楽しみ。二階を探せ。マクロクロスキーは？いない。二階どこだろう？風呂風呂。あ風呂だ。いい。めっちゃ風呂。あここあの右向いてたらカンタが来てお前ちょお化け屋敷って言われる。ああ。お化け屋敷いいねどうだ。すげえすげえ。すごい。すごい。これ今度できますよもう。確かに。え、どうして体験出てるよね。ちょっとコンペやる、はい、ちょっと今回にバス停作ってもらってあのカンタにんって言われたいですけどちょっと自分の世界再現させてねカンタんってあれ2階ないのに2階階段打つとかさっきのいないん左あその手前の左 あったーあったどんぐりなんか落ちてくるどんぐり落ちてきたどんぐり落ちてきた落ちてきたあーあすごいマクロクロスケがいっぱいいるおすごいマクロクロスケ怖っバッキーすごすぎレゴが捕まえろいい夢があるいやすごいですねすごいこういうのもどんどん作れるのでうわぁ夢広がったこれ今の見てたらちょっともう1時間いけますねうんぜひぜひちょっと皆さんでねすごい今の見ながら DVD みたいですうん。ああ、でも、素敵。すごい。あっきすごすぎます。あっき台所の建物。台所の。すごい。そうそう。ちょっと右側を向いて。あ、これ、
あれだ。井戸だ。井戸だ。あったあった。井戸だ。あったあった。で、ここにですね、なんか変な穴開いてますよ。入ってもらう。入る？あ、なんかウサギ。確かに下で。あれをちょっと再現したんです。ちっちゃいトトロ。トトロ。ちょっと動いてくれないけど。あー、これトトロっぽい。すごい。もうやだ。すごい。すごい。これ発想すごいですね。すごい。発想すごい。何も、なんかマイクラの申し子。いや、本当に発想力なんですよ、マイクラって。すごい。すごい。すごいな。おる。おった。これは覗いてる感ある。すごい。ガチ、これあれなんだよ。あー、いい。かわいい。いいじゃん。あいつ、あいつ、あの色のやつ。すごい。やべえな。あの、なんか、こっちの方行ったらトトロいいんじゃねえかな。いるいる。ちょっとね、高めの草を生やしておくといいかもしれないね、俺。なるほどね。あの、なんか緑のトンネル作ったらどうですか。すごい。みんなトトロいた。ねえ。で、何度言っても、わ、あれ、もう、あれ、いたはずなのに、みたいな。こういう。ああ、高い、高い。ああ、そう、こんな感じ。あるある。ああ、そうだ、そうだ。こう、かき分けていかない。かき分けていかない。こんな感じだったな。この続き見たくなりますね。確かに。これ見ようよ。おいいですね。かき分けてる感出ます。すごい。おぉ。すげえな。よし、もう来週絶対、国ラジのツイッター復活して、あの、ジブリの世界再現って書きますわ。これいい。すごい。ここができるね。すごい。ちょっと本社見切れてますよね、奥。カウネットがね、こう見てますよね。意外と街の中。カウネットがね、意外と主張してる。意外と格好はな感じですよ、外の。出てくる。でも、このストーリーの続きが見たいから、これ、また続きます。ぜひ。あ、めっちゃいい、これ。ね、これ。甘黒黒優秀でしかないの。甘黒黒って。意外に。でかっ。結構でっぽっきめ。いや、いいですね。今度、トトロ像作りたいですよ、ほんとに。すごい。素晴らしい。すごい。いやー、素晴らしい。いや、ワクワク、いや、もうみんなコメントもすげえなんかワクワクするって。いいですね。マクロクロっていたって。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしすぎる。僕がハリボテ、伊達政宗です。何？確かに。こんなものが。ほんと。いや、何作ってくれたんですか、ほんとにね。ほんと反省してほしい。ぜひちょっとね、欲しいですね。あ、やった。ぜひぜひお願いします。これね、多分なんか今の見せられたら結構やりたくなる。やりたくなる、やりたくなる。夢がある。いいですね、ちょっとね。なんか映画の世界をね、再現とかいいですよね。はい。じゃあ、次はこの島をそれぞれみんな作っていただきつつ、まあガチをこの全て作っていただきつつ。そうですね。ちょっとやってみようってことで。はい。ね。じゃあと2分だからもう締めとこだよ、これ。締めましょうか。はい。あと2分もない。ね、今ね。1分弱。1分弱。弱っていうのもないですね。ないですね。じゃあ、次回、2週間後に、はい、今度マイクラブで。マイクラブの。マイクラブ、マイクラメインという。はい、メイン、イェイ。じゃあね、またね、バイバーイ。バイバーイ。マイクラコントもあるよ。